2011年青森県知事選挙は、2011年6月5日に、執行された青森県知事を選出するための選挙である。現職の三村慎吾の人気満了に伴う知事選挙。現職で3期目を目指す三村と、新人で元県議会議員の山内隆同じく新人で共産党公認の吉股陽の参辞による選挙戦となった。各政党の対応は、 共産党が吉又を党公認候補として擁立。山内は県連からの出馬要請を受けた政権与党の民主党と同党と連立を組んでいる国民新党の2党からそれぞれ推薦を受けて立候補。野党の自民党は現職の三村を前回に続いて推薦した。公明党も三村を推薦した。独自候補擁立を目指していた社民党は 候補者の具体名がなかなか上がらず、最終的に独自候補擁率を断念。前回に続いて、自主投票とした。このほか、県議市連が三村の推薦を決定し、連合は重森と県の政連は、自主投票の方針を決めた。同選挙では、元ご個長議の大久保敏夫が立候補を表明したが、出馬を取りやめ、風間浦村長選挙への倉替えを行った。 倉替えしつばした、村長選では3候補中得票数3位で落選している。5月19日の立候補届出締め切りまで、立候補を届け出たのは以下の3名である。立候補届出順。各候補の得票率投票率は41.52%で、最低の投票率だった前回2007年の38.45%を上回る投票率であったが、 過去2番目の低さであった。当日の有権者数は113万9888人、投票者数は47万3233人であった。候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、協宅金没収外教は以下のようになった。協宅金欄のうち、没収とある候補者は有効投票総数の10%を下回ったため、 全額没収された。得票率と赤配率は未発表のため暫定計算とした。現職の三村は自民党と公明党の推薦を受け、盤弱な体制を全県に構築するとともに、現職知事の知名度を生かした組織戦を展開し、終始優位に選挙戦を進め参戦を果たした。一方、政権与党である民主党と国民新党の推薦を受けた山内は、 県政刷新を掲げ、岡田克也党幹事長など党幹部が相次いで来県し、民主党とのパイプの太さを前面に打ち出して、選挙戦を戦ったものの知名度で、三村に劣り、大差をつけられ落選した。吉又は、新規原発建設の中止と自然エネルギーへの転換を訴え、原発に不安をいただく人々の取り込みを図ったが、 知事が広がらず、前回知事選の党公認候補の得票を下回る結果となった。選挙後、同年4月に行われた第17回、統一地方選挙と今回の知事選での結果を受け、民主党県連の横山北斗が県連代表の辞意を表明し、その後受理されている。注意、東欧日報へのリンクは全てウェブ等を特集。 2011年青森県知事選へとリンクされています。ありがとうございます。